MLB 地区シリーズ第1戦ドジャース7の5パドレス。日本時間6日、ドジャースタジアム。ドジャース、大谷翔平、30、が自身初のポストシーズンを迎え、初戦からスリーランを放つなど5打数2安打3打点と打線を牽引した。チームは地区シリーズの初戦でパドレスを相手に逆転勝利を収め、白星スタートを切った。試合後、大谷は地元中継局のインタビューで。 もう雰囲気自体がすごくて、ただただ楽しいゲームでした、と初戦勝利を喜んだ。PS 初のホームランについては、本当に素晴らしい投手ですし、難しいボールだったんですけど、いい形でヒットできてラッキーだったと思います、と振り返った。先発、山本義信26は初回に被弾するなど3回5失点も、大谷の一発から打線が奮起し逆転勝利。 試合後、山本も安堵の表情を浮かべた。大谷は、吉野部も悔しいと思いますけど、また切り替えて頑張ると思いますし、こういう初戦を素晴らしいチーム相手に取れたっていうのは本当に大きいんじゃないかなと思います、と話した。メジャー7年目で初めての PS に出場した大谷は、3点を追う2回の2、1、2塁の場面で、チームを救う同点スリーランを放った。 4回の第3打席は1・1・2塁でセンター前ヒットを放ち、その後の逆転劇につなげた。その後は2打席連続の空振り三振。地区シリーズは5戦で3勝したチームがナ・リーグ優勝決定シリーズに進む。